険部隊、注意してかかろう。行くぞ。さあ一気に行くぞ。任せるがよい。任せるがよい。砕けちゃう。攻撃決めるぞ。 P 了解。ファイト。うん。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。私の番だね。行くぞ。アークス、駆動。私の番だな。攻撃。もらい。我が渾身の一撃、食らうがよい。私の番だね。崩れた。付き合い。行くよ。シルフィードダンス。ピッチ上がり。ありがとう。炎よ、我が剣に集え。はあ、よし、これで大丈夫だ。よし、やったぞ。V だね。精進あるのみだ。うん、掴めた。やったぞ。敵集団捕捉、状況開始。今だ。続けていくよ。と、ま、私の番だな。僕の番だね。あ、行こっか。崩れた。イエイ。俺の番だな。任せるがよい。
崩したぞ。ダイヤ、ごめん。僕の番、私、俺の番。いらっしゃい。強い。相手にとって不足はない。さてと、ごめん、あとはお願い。あとは任せたまえ。マイル。さあ、私の番だね。私の番だな。任せるがよい。僕の番だな。すまないみんな。私の番だな。私の番だね。ああ、変わってくれ。うん、頑張るよ。ありがとう。私の番だな。行こっか。チャンス、イエイ。なんとかしなければ。負けられない。戦闘しね、頑張らないと。私マイル戦闘し、
ってくるがよい。マイ。と、行く。うん。行こう。前頭。殺してかかるとしよう。手強いぞ。気をつけろ。私の番だな。僕の番だね。アーク。マイル。私の番だね。任せるがよい。シッカバうん。アーク行くぞ。僕の番だね。なんとか勝てたね。戦闘開始。頑張らないと。俺の番だな。はっ。私の番。僕の番だね。アーク、行くぞ。それ。はあ、なんとか勝てたね。面倒な。さっさと片付けよう。任せるがよ。うん。アーク。大丈夫？行こっか。行くぞ。その程度。はっ。はっ。やっ。せっ。やっ。こちらの先生。マイ。押し切ろう。あ。と、任せて。行く。行くぞ。僕の番だね。行こっか。行くぞ。いらっしゃい。出口だ。やれやれだな。あ、宝箱だよ。
写真発見。ああ、それか。うわあ、マキアスが可愛い。うん。昔は何とも言えぬ愛らしさを持っていたのだな。これか。こんなに頑固で口うるさいのになるとは。えい、人の昔の写真で盛り上がるんじゃない。さすがにお父さんは今と雰囲気は変わらないけど、隣にいるのはお姉さんか何かなのか。似たようなものさ。父方のいいとこでね、近くに住んでいたからよく遊びに来てくれたんだ。男二人の父子家庭、いろいろと世話になってしまったな。うん。過去形ということはもう結婚されて家庭に入られたのか。亡くなったよ、6年くらい前にね。え、そうか。マキアスが貴族を嫌っている理由だな。それって本当はこんな話誰にもするつもりはなかったんだ。だがそろそろ僕も少しは吐き出した方がいいかと思ってね。長くなるけど、みんな付き合ってくれるか。もちろんだよ。ぜひとも。どうか聞かせてくれ。ありがとう。姉さんは僕より9歳年上で、美人で気立ても良くて、僕にとっては最高の女性だった。さっきも言ったように、うちは正真正銘の庶民でね。でも父さんは役人としてかなり優秀だったみたいで、帝都庁で重要なポストを任せられて頭角を現していったんだ。清廉潔白を地で言ってたから煙たがる連中もいたみたいだが、それでも大きなプロジェクトをいくつも成功させたことで内外でかなりの評価を得ていった。母は僕が小さい頃にはもう亡くなっていて、でも近くに住んでた姉さんが男女体を世話してくれた。父さんも姪にあたる姉さんのことをすごく可愛がっていて、一緒に住んでたわけじゃないが、本当の意味で家族同然だった。僕にとっては自慢の姉で、幼いながらも憧れの存在だったんだ。当然だけど、そんな女性を周りの男たちが放っておくわけはなくて、随分モテていたけどしっかりとしていた人だったから、僕もちょっと安心だったんだ。彼が現れるまでは。彼は帝都庁に勤める父さんの部下にあたる青年だった。と言っても平民ではなくて由緒正しい貴族、それも伯爵家の跡継ぎという正真正銘のサラブレッドだった。ただ貴族にありがちな傲慢さや存在さは欠片もなくて、僕も会ったことはあるけど誠実そのものといった人柄だった。そんな彼が父に紹介される形で姉さんと知り合って、二人はお互い惹かれ合って身分を超えた恋人同士になった。正直子供心に悔しくて仕方なかったよ。でも僕の目から見ても彼と姉さんは本当にお似合いで、姉さんが幸せそうだったから仕方なく諦めるしかなかったな。そして父さんが仲人に立つ形で二人は婚約して、それが終わりの始まりだった。相手の実家伯爵家が露骨に潰しにかかってきたんだ。どうやら四大名門の一つ海援公爵家との縁談が急に持ち上がったらしくてね。平民の娘をめとるなどとんでもないと騒ぎ始めたんだ。父さんが帝都庁の要職だったから露骨な手こそ打ってこなかったが、ありとあらゆる嫌がらせや脅しが
姉さんに対して密かに加えられた。愛する人を困らせたくなかったのか、父の立場をおもんぱかったのか、姉さんは結局一言も相談せず、ただ自らの命を絶った。僕たち親子が経緯を知ったのは全てが終わった後だった。どうやら彼は最後の最後で姉さんを手ひどく裏切ったらしい。私は彼女に言ったんだ。愛称として大切にするからどうか我慢してくれと。なのにどうして命を絶つ。その後父さんはそれまで以上に実績を上げた。そして盟友であるオズボーン宰相と協力する形で帝都庁の貴族派を押しのけて、4年前に帝都庁長官、つまり帝都知事に任命された。これがレーグニッツ家の事情さ。そんなことが。だから貴族が嫌いになったの？ああ、僕は姉さんを死なせた敵を求めずにはいられなかった。相手の男に伯爵家、横槍を入れてきた侯爵家、しまいには貴族の全て、貴族の文化や制度すら敵と思った。そして彼らに勝てるだけの力を必死になって追い求めてきたんだ。だけど頭のどこかでとっくに分かってはいたんだ。結局それはただの八つ当たりだったんじゃないかって。貴族や平民に関係なく、結局はその人なんだろう。相手の男は誠実ではあったが、愛する人を守りきれるほど強くなかっただけだろうし、伯爵家も自分たちの利益をただ優先しただけなんだと思う。平民だろうが悪人は悪人だし、貴族にも尊敬できる人間はいる。ユーシスのやつはともかく、ディーン、ラウラ、君たちにはそれを教えられてきたからな。マキアス、父さんがどう思ってるのかは僕にもわからないが、これが現時点での。そうか、そなたに感謝を。ありがとう、話してくれて。うん、でもマキアスも素直じゃないよね。ここまで来たらユーシスだってちゃんと認めてあげればいいのに。冗談じゃない。あの尊大で傲慢な奴を断じて認められるものか。いつもいつも人のことをガリ弁だの余裕がないだの。そこまでは言ってないと思うけど。それにほら、ユーシスってある意味天然っていうか、そんなに悪気はないと思うし。それが一番腹が立つんじゃないか。やれやれ。コーヒーと一緒にいい時間が過ごせたな。
いよ。私のオリジナルマスクはないはず。うん、任せてもらおう。うん、悪くない。よし、なんとかやってみるか。アクシデントだ。
Thank you.
しました。トールズ士官学院7組の皆様、ようこそ聖アストライア女学院へ。それでは案内させていただきます。ここは屋内庭園みたいですね。本学院のバラ園になります。こちらに本日皆さんをお招きした方がいらっしゃいます。それってどうやらやんごとなき身分の方らしいな。姫様、お客様をお連れしました。ありがとう、入っていただいて。まさかエリゼ、もしかして。ご想像通りかと。さあどうぞ中へ。ああ、やっぱり。士官学院7組の皆さん、私はアルフィン、アルフィン・ライゼ・アルノールと申します。どうかよろしくお願いしますね。機嫌を直して。ちょっとしたお茶目じゃない。知りません。兄たちに話が終わりならご勝手にどうぞ。まあそれはともかく、ユーシスさん、ラウラさん、お久しぶりですね。お元気そうで何よりです。殿下こそご無沙汰しておりました。お美しくなられましたね。ありがとう。でもラウラさんとはこの学院でご一緒できるかと期待していたのですけど、やっぱりトールズの方に行ってしまわれたのね。ええ、剣の道に生きると決めた身ですので。
ご期待に添えずに申し訳ありません。はあ、アンゼリカさんもトールズに行ってしまうし、こうなったら私も来年そちらに編入しようかしら。姫様やっとこっちを向いてくれたわね。恐縮です。自分の方も妹から大切な友人に恵まれたと伺っております。兄としてお礼を言わせてください。兄様、聞いていた通り。ううん、それ以上ですわね。リンさん、お願いがあります。今後妹さんに習ってリーン兄様とお呼びしていいですか？姫様？その、ことあるごとに妹さんからリーンさんのお話を聞いているうちに他人とは思えなくなってしまって、実際にこうしてお会いできて気持ちが抑えきれなくなったというか、私にも兄がおりますし、すぐに慣れると思うのですが。いや、さすがに恐れ多いというか。いい加減にしてください。エリゼのケチちょっとくらいいいじゃない。ま、それはともかく、今日皆さんをお呼びしたのは他でもありません。ある方と皆さんの会見の場を用意したかったからなのです。ある方ですか？それは一体。これはギター。うん、リュートの音。いらしたみたいですね。待たせたようだね。ご無沙汰しております。久しぶりだね、エリゼ君。まあ楽にしてくれたまえ。で見たことがあるような。ここの音楽教師さ。本当は愛の狩人なんだが、この女学院でそれを言うとシャレになってないからね。汚れなき乙女の園に迷い込んだ愛の狩人。ロマンなんだが。もしよ。そのくらいで。皆さん弾いていらっしゃいますわ。さすが我が妹、なかなかのツッコミじゃないか。まさかひょっとして。
オリバルト・ライゼ・アルノール、通称宝刀王子さ。そしてトールズ士官学院のお飾りの理事長でもある。よろしく頼むよ、7組の諸君。驚きました。学院の理事長をされているのが皇族の方とは聞いていたのですが驚くのも無理はない。今をときめく宝刀王子が伝統ある士官学院の理事長なんかやっているんだからね。まああまり聞こえがよろしくないのは確かだろうね。お兄様、ご自分でそれを言ったら身も蓋もありませんわ。ですが本当なのですか？殿下が七組の設立をお決めになったというのは。種を明かせばそういうことさ。もともとトールズの理事長職は皇族の人間が務める習わしでね。私も名ばかりではあったんだが、一昨年のリベール旅行で心を入れ替えたのさ。一昨年のリベール旅行。リベールの異変ですね。ああ、あの危機における経験が帰国後の私の行動を決定づけた。そしていくつかの悪あがきをさせてもらっているんだが、そのうちの一つが士官学院に新たな風を巻き起こすことだった。新たな風、すなわち我々特化クラス7組ですか？では身分に関係なく様々な生徒を集めたのも。ああ、もともとは私の発案さ。もちろんアークスの適性が高いというのも条件だったがね。今となってはその意図もなんとなくわかります。こうして特別実習という名目で各地に向かわせることの意味も。この帝国で起きている実情、貴族派と革新派の対立を知らしめ考えさせるのが狙いですか？無論それもある。だが私は君たちに現実に様々な壁が存在するのをまずは知ってもらいたかった。その二大勢力だけではない、帝都と地方、伝統や宗教と技術革新、帝国とそれ以外の国や自治州までも。この激動の時代において必ず現れる壁から目を背けず、自ら考えて主体的に行動する、そんな資質を若い世代に期待したいと思っているのだよ。ああ、それは正直身に余る期待ですけど。ですがようやくいろいろなものに合点がいった心境です。確かにこの7組ならばそんな視野が持てるかもしれない。そういった手応えが自分たちの中にあるのも確かですだねそうか、そう言ってくれただけでも私としては本望だ。七組の発起人は私だが、すでにその運用からは外れている。それでも一度君たちに会って今の話だけは伝えたいと思っていた。そこにアルフィンが今回の席を用意すると申し出てくれてね。そうだったんですかお兄様のためというのもありますけど、エリゼの大切なお兄さんに一度お会いしたかったのもありますね。姫様話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。自分たちの中の芯が一本改めて通ったような心境です。ですが
お話を聞く限り、自分たちが期待されているのはそれだけではなさそうですね。ほう。士官学院の常任理事の3名、我が兄ルーファス・アルバレアに、帝都知事カール・レイグニッツ、そしてラインフォルト社会長イリーナ・ラインフォルトですか。あ、確かにその3人はどう考えても王子様とは違う狙いを持ってそう。その通りだ。先ほども言ったが、すでに7組の運用は私から離れ、彼ら3名の理事に委ねられている。このうち知っての通り、ルーファス君とレーグニッツ知事はお互い対立する立場にある。イリーナ会長はアークスなどの技術的な方面に関係しているが、その思惑は私にもよくわからない。そして君たちの特別実習の行き先を決めているのは彼らなのさ。そうだったんですか。確かに何か思惑や駆け引きなどがありそうですね。ああ、7組設立にあたって譲れない条件として彼らから提示されたものでね。正直ためらいはしたのだが、それでも我々は君たちにかけてみた。帝国が抱える様々な壁を乗り越える光となり得ること。だがそれも我々の勝手な思惑さ。君たちは君たちで、あくまで士官学院の生徒として青春を謳歌すべきだろう。恋に、部活に、友情に、甘酸っぱい青春なんかをね。そう言っていただけると少しだけ気が楽になりました。その先ほど我々と殿下はおっしゃっていましたが、他にも殿下に賛同されている関係者の方々が。ああ、バンダイク学院長さ。もともと私もトールズの出身で、あの人の教え子でね、7組を設立するアイディアにも全面的に賛同してくれたんだ。そうだったんですか。確かに学院長にはいろいろと配慮していただいていますね。3人の理事たちとは異なり、学院運営に口を出せる立場にないが、理事会での舵取りもしてくれている。何よりも現場の責任者として最高のスタッフを揃えてくれたからね。最高のスタッフですか。もしかしてサラ教官のことでしょうか。彼女だけではないがね。ただ学院長が彼女を引き抜いたのは非常に大きかっただろう。帝国でも指折りの実力者だし、何よりも特別実習の指導にはうってつけの人材だろうからね。え、帝国でも指折りの実力者、特別実習の指導にうってつけの人材。私も噂くらいは耳にしたことがありますわ。エクレールなんてかっこいい呼ばれ方をされている方ですよね。エクレール、やはり。二人が知っているということは帝国の部の世界で知られる名前か。ああ、耳にしたことがあるくらいだけど。帝国遊撃士協会にその人ありと言われたほどの若きエース、最年少で永久遊撃士となった恐るべき実力と実績の持ち主、市電のバレスタイン、それが君たちの担任教官さ。
ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。時は至った。今こそ我らが鉄槌を持って赤き都の眠りを覚ます時だ。何？心配は無用だ。この笛さえあれば鉄道憲兵隊も恐れるに足り、明日はとうとう我々の名前を世間に知らしめる時。頼もしき同志たちよ、力を尽くしてくれたまえ。Thank you.